733本気御承と恩下式恩山の一陣特会の一滴にぎしたてまつる大事大悲大恩御法恩社徳なる名御蓮華経
どういう意味かとこう、いつもお話しさせておりますけれども、まあ、お屋敷、お会式ではございます。会う式とかなんですけれども、正式には法会の儀式、羊の大きな集まりという意味なんですけれども、正しくは、一蓮聖人に対する法恩感謝の誠を捧げるので、一蓮聖人、法恩、法、儀式、それを略して、まあ一蓮聖人、お屋敷と言われるございます。一蓮日と二蓮聖人というところを称えて、法恩の誠を捧げる法要という。